ガソリン税とは、既発油税及び地方既発油税の総称。現在ガソリン1リットルあたり53.8円の税金が課され、そのうち25.1円が口述する暫定税率分。いずれも国税、間接税である。また、目的税ではない。現在は道路特定財源でなくなって、一般財源であるし、特定財源の時も、首都の限定はあるが、 特定の目的のために課税するとされていなかったことから目的税ではなかった。歩みやその問題点については、既発油税、地方既発油税、道路特定財源を参考のこと。1973年から1977年度の道路整備5カ年計画の財源不足に対応するために、1974年度から暫定措置として、 租税特別措置法第89条2項により、気発油1キロリットルにつき、気発油税が48,600円、地方道路税が5,200円と、本則税率と同額の暫定税率が適用され、本来の2倍の税率となっている。この項目は35年以上延長されており、これが平成19年度末で期限切れとなることから、これを延長する。 租税特措法改正案を含めた2008年度税制関連法案が第169回国会に提出されたが民主党などが直前の2007年末に突如廃止の方針を掲げてガソリン国会となった同法案の審議が棚ざらしになった結果同租税特措法改正案の部分のみ2008年3月31日までに可決されず 同日をもって一旦出行したが、当時の福田康夫内閣と衆議院で再議決されたことに伴い、再び暫定税率が復活し、2008年5月1日から2018年3月31日までガソリン1リットル当たり53.8円と再増税になっている。2010年3月31日には、租税特別措置法が改正され、期限を定めずに、 当分の間、特例税率として、ガソリン1リットルあたり53.8円が維持されることになった。同時に、ガソリンの3ヶ月の平均小売価格が1リットルあたり160円を超えるに至った場合は、特例税率の適用を停止する仕組みも設けられた。しかし、このトリガー条項については、東日本大震災の復興財源に充てること等を理由として、 東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第44条で2011年4月27日より東日本大震災の復旧及び復興の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間その適用を停止することになった沖縄県は本土より7円減税されているなおこの税率や期限は 租税特別措置法ではなく、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第80条を参考に基づく政令により規定されている。また、沖縄県は沖縄県石油価格調整税条例によりガソリン1リットル当たり1.5円を徴収している。従って、沖縄県内の相対的なガソリンの減税額は1リットル当たり7円マイナス1.5円イコール5.5円となる。 沖縄の復帰に伴う国税関係法令の適用の特別措置等に関する政令。74条。1970年5月15日から1993年11月30日。既発油税39.7円地方道路税7.1円、イコール計46.8円。1993年12月1日から2015年5月14日。 ただし2008年4月のみ暫定税率執行に伴い本則税率が適用。平成24年政令108号により2015年までに延長。さらに延長され現在は2022年までとなっている。既発油税42.3円地方既発油税4.5円、イコール計46.8円。なお、2012年10月1日より、 地球温暖化対策税が導入された。原油、石油製品が適用されるが、急激な負担増を避けるため、段階的に実施される。この、この、地球温暖化対策税は、税法的には、石油石炭税の増税として実施されており、地球温暖化対策税という税が、法律上あるわけではない。参考、政府広報オンライン工学上は二重課税を、 同一の納税者に対して複数回課税を行う法律的二重課税と同一の課税物件に対して複数回課税を行う経済的二重課税に分けて語られガソリン税は経済的二重課税に相当するように考えられるがこれはあくまでも公角上のことである消費者が最終的に負担しているガソリン税であるが納税義務者は石油会社となるため 法人税や固定資産税、関税などと同様に商品価格を構成するコストであるとの認識からこのガソリン税分を見込んだ商品価格には消費税が課せられる。二重課税であるとの議論が古くからあるがガソリン税は石油会社が納め一般的にガソリンスタンドなどで消費者が購入する際の消費税は消費者が納めていると税の所在が全く異なっている。 ガソリン税はガソリンを購入する際に買っているわけではなく商品の価格にコストとして転嫁されているわけで間接的に負担している形にはなるが直接の納税しているわけではない。これは輸入品に例えると輸入する際にかかる関税分もコストとして含めて商品販売価格とし購入者はその販売価格に消費税分を合わせて支払っていることと同じことである。 なお、ガソリン税と同様に見られる、軽油引き取り税は消費者が直接負担しているので、商品価格に軽油引き取り税は含まれず、当然消費税も商品価格のみで軽油引き取り税分にはかかっていない。2009年3月31日まで、国と地方の道路財源として使われていた。道路特定財源としては他に、自動車取得税、軽油引き取り税、 自動車重量税があるが、このうち自動車取得税と、経由引取税の暫定税率は2008年3月31日をもって一旦執行したが、これらも衆議院で再議決されたことに伴い、再び暫定税率が復活し、2008年5月1日から、再増税になっている。また、自動車重量税も衆議院での再議決により、暫定税率が執行することなく延長され、 増税が続いている。これらは一般財源に組み込まれた。ありがとうございます。